こんにちは、広島県尾道市キックボクシングをしている山本慎也です。今回のテーマはロープワークです。キックボクシングを習い始めて間もない方向けに、大まかなロープの種類、右左の簡単な飛び方、注意するところを紹介しています。今回のロープワーク目的はステップやリズム感です。そのため心肺機能、身体能力向上を目的とした片足で飛ぶ回数を増やす二重跳び、足を高く上げるなどの飛び方は紹介していません。ステップやリズム感を得るための第一歩につながる初歩的な飛び方を紹介しています。ではまずロープの大まかな種類から紹介します。ロープの種類を大きく分けると、重いのと軽いの、回転しやすいものと回転しにくいものがあります。重いタイプは縄が太く腕も鍛えられるメリットがあり、デメリットは素早く飛びにくいことです。軽いタイプは逆の性質で、素早くフットワークを鍛えられるメリットがあります。回転しやすい、回転しにくいは持ち手の部分、縄の付け根のところを見てください。ベアリングがついていたり、持ち手の部分が回転するタイプは回転しやすく、何もついてないと回転しにくいです。回転しやすいタイプは素早く飛びます。回転しにくいタイプは自分で回転させる力が身につき、手首の強化につながります。このようにロープの重さや回転のしやすさによって特徴が異なります。素早く飛ぶ、フットワークやステップ練習を目的とする場合は、回転しやすく程よい重量のロープを選択してください。腕を鍛えたい場合は重いロープを選択し、重いなりに速く回したいときは回転しやすいタイプのロープを選択してください。今回のロープワーク目的はステップやリズム感のため、回転しやすく程よい重量のものを選択してください。この組み合わせの中で重くて回転しにくいタイプのものを好んで飛んでた時期はあるのですが、使用するときは手袋の着用をお勧めします。素手で飛んでいると手にマメができます。手袋は作業服屋に行くと安くていいものがあるのでおすすめです。汗をかくので簡単に洗えるタイプのものを選んでください。手袋を着用せず手にマメができる心配を減らしたい方は、持ち手の部分が柔らかい素材のロープを選択します。フィットネス目的の方はこのタイプがおすすめです。このようにいろいろな種類のロープがあります。どれにしようか迷った場合は、とりあえずベアリングのついた回転しやすいタイプのものを選んでください。重さは Amazon の商品ページを見て、重量 200g ぐらいを目安に選んでください。女性の場合は持ち手の部分が柔らかい素材のものがおすすめです。ロープが決まったら実際に飛んでみましょう。床はコンクリートだと縄の消耗が激しいので、マットを敷くのがおすすめです。ステップやリズム目的で飛ぶときに意識することはキックボクシングの動きです。そのため顎を引く、脇を締める、軸をぶらさないようにして飛びます。脇を締めて飛ぶということは手首を動かし縄を回します。最初はこのように右左右と飛ぶとリズムをつかみやすくおすすめです。慣れてきたらリズム、テンポ、足運びを変えますが、まずはこの飛び方から始めてみてください。縄を飛ぶときはジャンプして飛ぶというより最小限で縄をかわす感覚です。キックボクシングの動作でピョンと上に飛び跳ねながらステップインしないように、ロープワークでも上に飛び跳ねないようにします。飛び跳ねない感覚を例えて言うなら、陸上短距離のハードルもジャンプして飛び越える感覚ではないと聞きます。ジャンプして飛び跳ねない感覚に関してはそれに通じるものもあると思います。ここで柔らかくステップを踏めない場合はかかとを確認してみてください。かかとをついてしまうとどうしても着地の衝撃が強くなります。例えば軽く助走して垂直跳びをするこの瞬間ですが、かかとを床につけしっかり蹴るように床を飛びますよね。垂直跳びのように高く飛ぶ場合はこれでいいのですが、リズム感やフットワーク目的のためにロープを飛ぶ場合は、膝を柔らかくかかとを浮かして飛んでみてください。慣れてきたら右左とテンポを上げたり、後ろ前と飛んでみてください。ロープワークの時間は10分ぐらいを目標に始めてみてください。途中で足首や膝、腰に違和感が出た場合は無理せず中断してください。足首や膝が痛い場合は自分でも気づかないうちに膝が内側に入っている可能性があります。膝が内側に入ると足首や膝を痛める原因になるので注意してください。あとは腰が反ってしまうパターンもあります。僕も腰が反りやすいのですが、鏡を正面から見てロープワークをしても腰の反りに気づきにくいです。時々横から確認してみてください。それでもいまいち分かりにくかったら、仰向けに寝て腰のところに指が入るか確認してみてください。隙間が大きい場合は腰が反っている可能性が高いです。もう一つの確認方法は、腕立ての体勢をとって横から見てください。この時に腰が反っている方は、ロープワークの時も腰が反っている可能性が高いです。無意識で腰を反らせてしまう場合は、意識してまっすぐになるよう調整してみてください。調整する動きや骨盤を動かす、この動きは感覚をつかみやすいです。感覚をつかむまで繰り返し行って腰が反らないポイントを鏡で確認してください。このように関節の痛みに注意しながら安全にロープワークを実施してみてください。リズム感やフットワークなど、いろいろな練習の基本につながります。それでは最後にまとめます。ロープの種類は、重い、軽い、回転しやすい、回転しにくいがある。目的に応じてロープを選択するが、まずは回転しやすく程よい重量のものを選択する。かかとを浮かせてなるべく最小限に縄をかわす。鏡を見て膝が内側に入らないよう確認する。
横から見て腰が反ってないか確認する。このような感じでまずは無理せず10分を目標に飛んでみてください。最初の頃はすぐ縄に引っかかったりぴょんぴょん飛び跳ねるように飛んでしまったりリズムが悪かったりします。繰り返し練習を続けると30秒引っかからなかったのが1分2分と少しずつ伸びていきます。縄跳びを繰り返し練習する、その結果うまく飛べるようになる。言い方を変えれば努力する、結果を得るということです。努力して結果を得る、自分はやればできる、そう思えると自信につながります。まずは一歩ずつ縄跳びを積み重ねてみてください。あなたの自信を積み重ねる第一歩につながります。それでは今回の話はこの辺で終わります。キックボクシングを習い始めた方向けに拳の握り方や初めてシャドウをするときに意識することは過去の動画で話しています。説明文にリンクを貼っておくので、習い始めたばかりで興味がある方は視聴してみてください。今回の動画、あなたのロープワークを始める第一歩につながれば幸いです。ありがとうございました。